こんにちは、さおりです。今日はオートミールでパンケーキを作ってみました。卵を使わなくてもすごくふわふわに仕上がっています。ブルーベリーがたっぷり入っていてすごく美味しいです。では作っていきます。ブレンダーで生地を作っていきます。ブレンダーにオートミールが入っています。絹豆腐を入れていきます。水切りはしなくても大丈夫です。ブルーベリーを入れていきます。生のブルーベリーでも冷凍でも大丈夫です。豆乳を入れていきます。好きなミルクを使ってください。ベーキングパウダーを入れていきます。甘味は入れていませんが、お好みで大さじ1杯ほど好きな甘味を使ってください。入れた方が美味しく仕上がると思います。ブレンダーで混ぜていきます。オートミールの粒がなくなるまでよく混ざったらフライパンで焼いていきます。生地は2枚分の分量になっています。中火に下げて2分ほど焼いていきます。ひっくり返して1分ほど焼いたらオートミールのブルーベリーパンケーキの完成です。トッピングで過去の動画で何回か紹介しているカシューナッツと豆腐でできているカシューナッツクリームにブルーベリーを混ぜて作ったものを乗せています。このカシューナッツクリームはクリームチーズに似ているのでブルーベリーとすごく合います。ブルーベリーのパンケーキにたっぷり乗せてブルーベリーもつけて食べるとすごく美味しいです。生地がふわふわです。ブルーベリー尽くしのパンケーキ、あっさり食べられてすごく美味しいです。おすすめです。お好みでメープルシロップをかけて食べたり、好きなものをトッピングして食べてみてください。パンケーキは焼き時間が短いので作ってすぐに食べられます。低糖質で腹持ちも良くて見た目も豪華なのですごく満足します。おすすめです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。感謝いたします。また次回の動画でお会いしましょう。